イスズ PA ネロ、PA ネロ、PA ネロは、イスズ自動車が生産し、ヤナセが販売した乗用車である。PA ネロと、初代、ピアッツァネロは、形式は、もちろんのこと、ボディ形状、駆動方式の違う、全く別の車である。2代目ピアッツァとは、フェース、テール以外はほぼ共通である。アメリカにおいて、ゼネラルモーターズのゲオ、ジオチャンネルの、 ストームとして販売していた3代目ジェミニベースのクーペモデルを日本国内向けに若干の仕様変更を施して1990年5月に販売した発売自体は国内のイスズジェミニクーペよりも早い。ボディは基本的には3代目ジェミニのクーペ及びハッチバックモデルと共通であるがフロントとリアのデザインが変更されている。 生産は国内外向けすべてのモデルが、イスズ自動車、藤沢工場で行われていた。1980年代初め、当時ゼネラルモーターズの参加であったイスズは、GM のシボレーディビジョン向けに、ジェミニ、JT150、190系を供給していた。その後時期モデル、JT151、191系に移行するに、あたり、ゼネラルモーターズの要望により、 GM ブランドへの供給を前提とした開発を行うこととなる。これには、ジェミニの販売が北米市場である程度成功していたことと、当時需要の増していた小型車を生産する必要に、迫られていた GM が内製での開発費を抑えるためにグループ企業に開発させるという目的があったことに、加え、シボレーのサイドが高級ジャコルベット、 普及者カマロに続く廉価なスペシャルティカーを誕生させたかったという経緯があると言われる。開発に際しては、従来イスズの乗用車のデザインは、ベレット以降は、至るデザイン、ジョルジェットジュージアーロに委託していたのだが、蒸気の経緯により、JT151-191K ジェミには、GM デザインが基本コンセプトを提案している。これらにより、JT151 191系ジェム2のメインマーケットは北米市場を主眼に置くこととなり、セダンと並行して開発されていたクーペモデル、ストーム化デザインが行われ、展開されることとなった。シボレーの姉妹ブランドであるジオム系の供給を前提としていたこともあり、ストームの基本デザインは日本車離れしたカマロ風のクの強いフロトデザインを持つこととなる。なお、この原案から、 製品デザインに仕上げたのが原価なざわ美術、工芸大学教授の浅野隆である。デザインコンセプトは、カプセルフォルムの具体化であった。ストームの北米での販売成績は、当時の湾岸戦争危機による、原油高の影響から来た小型車ブームの波に乗った、ためかなりの好調で、多い月では、月販1万台を超えるほどであり、年間を通じても、約9万台の販売を達成。 輸入車としては異例のベストセラーとなっている。気候に意欲的な試みが導入されていることもあって、スポーツコンパクトカーとしても人気を博し、改造車の雑誌、ターボマガジンなどなどにもたびたび登場していた。1992年には 1800cc の 4XF1 エンジンを搭載し、リトラクタブルヘッドライトを配したマイナーチェンジも行われた。 このイナーチェンジ版のフロントフェイスは日本国内でただ1回のみ、1992年の東京モーターショーにて展示されたジェミニ・ウィザードで披露されている。北米での販売好調なのを受け、カナダでもストームの販売要望が上がったほどであった。結局カナダへは1992年からシボレー系列で販売が開始された。また、ポンティアック系列には、 ストームの代替として2代目ピアッツァベースのアスナ、サンファイアが供給された。その後も販売は好調であったが、1993年のイスズ自動車の乗用車生産撤退と共に生産が打ち切られることとなった。1980年代以末、イスズが輸入車ディーラーであるヤナセの先売モデルとして供給していたピアッツァネロはモデル末期を迎えていた。 1000倍モデルを次世代型へと移行させるにあたり、柳瀬は当時イスズと縁の深かったゼネラルモーターズとの関係を従来より深めるため、イスズが北米向け GM ブランドへ供給する予定であったスームについて開発時から国内で柳瀬において少数販売することで合意する。PA ネロはピアッツァネロの後継として、このストームを日本市場向けに微調整したモデルとして誕生した。 PA ネのリアサイドガラスには、ピーチェバヤウグラスーチェスの文字が入っていた。だが一年後には、イスズから、正式なピアッツァの後継モデルが発売され、それに対しても、ヤナセ先輩の二代目、ピアッツァネロが設定され、ヤナセにて併売されることとなる。しかもこの二代目ピアアは、ストームがベースとなっている。以降は三代目ジェミニの派生者種として認知されるようになった。PA ネロのベースモデルはアメリカ仕様のストームに準じており、サスペンションはジェミニに比べ乗り心地重視で、バネルトが低いものが採用され、シートはストームグシーのものがそのまま採用されるなど、変更点は少ない。日本向け仕様への独自の変更点は、クラスタースイッチの構成変更、オートエアコン、パワーウィンドウの装備、AT 用の電子制御切り替え装置の搭載により、 燃費重視の疑比設定、エコノミーモード、AT の1から4足をミッションに見立て、各速でギア比を固定したマニュアルモードの追加となっている、ストーム前期型の AT は3足のみ。逆にストームでは標準装備となっていたエアバッグやリアトレイはオプション設定となった。デビュー当初は2ドアクーペボディ 2600ccd チェシーエンジンを搭載した 1.6X。 s 千九百九十一年より、それぞれ百六十 x 百六十 s へ変更、形式名、j p 九十一回のみであったが、同年十一月にサンドアハッチバックモデルが追加される。千九百九十一年二月にクーペ、ハッチバックそれぞれのボディに、ストームには設定のなかった千六百 c c d チェシー、ターボエンジンを搭載した四 w d 車の、 イルムシャー 160R 仕様、形式名、JT191S と1500ソイチェシー、エンジン搭載車、150J、形式名、JT151 がラインナップされる。また、限定車として1991年5月に、ハンドリングバイロータス、全リンクドの自然吸気エンジン、200台が、1992年5月には、イルムシャー160回、こちらも、 全輪駆動の自然吸気エンジン100台がそれぞれ発売されている。しかし、伊子図の販売店ではなく柳瀬のディーラー網で販売されていたため価値名度も低く、モデルチェンジも行われないまま、伊子図自動車の小型乗用車生産撤退とともに生産を終了した。元々の想定一般目標が300台とあまり高くなかったこともあり、 北米でのヒットとは裏腹に国内での総生産台数はわずか3000台弱に止まった。駆動方式は全輪駆動だが、イルムシャー R 使用車は 4WD となっている。エンジンは 1500C サイチェシー、4XC1 型、1600C シディチェシー、4G1 型、同インタークーラーターボ付け、4G1T 型、イルムシャー R 専用の3種類。 サスペンションは4輪独立ミサオカで、前輪がマクファーソンストラットコイル。後輪には 4WS の一種である、西ボリックサスペンションを装備する。ステアリングはパワーステアリング付けラックピニオン式。変速機構は 5MT と、電子制御 4AT、イルムシャー R は 5MT のみ設定で、ブレーキは前後輪ともサーボ付きディスクブレーキとなってる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。